会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。私たちは神奈川県厚木市より参りました、東京農業大学よさこいソーラン部大黒天です。今回お見せいたしますのは大黒天2019アマータ。精一杯踊らさせていただきますので、お手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。これは二つの村の物語、その結末やいかに。はっ、ここは相模の国、川を挟んだ厚木村と妻田村では長い間日照りが続いておりました。大層仲の良い村でしたが、変わったこと、村人たちの心も枯れ果て、ついには川の水をめぐって争いを始めてしまったのです。大地を揺らす時の声、争いで燃え尽きた命の思いは、精霊となり村人の目に触れることだ。憂いをまとい儚く舞う。そして悲しみは怒りへと姿を変える。鳴り響く大黒天、魂の叫び、命あっての物種じゃ。大黒天撤収。